ナムサン大学人類学博物館は、愛知県名古屋市昭和区のナムサン大学校内にある大学博物館。ナムサン大学の教育、研究への寄与ないし学術情報の発信を目的として運営されており、人類の歴史と文化に関係する資料を収集、保存、調査研究している。For Everyone's c u r i o s i t 全ての人の好奇心のためにを合言葉に、誰もが楽しめる。 ユニバーサルミュージアムを標榜しており、ほぼすべての展示資料に触ることができる。また、多言語や展示による解説を取り入れている。1949年、ナムサン大学人類学民族学研究所の付属陳列室として、昭和区五軒屋町に設置。1958年には、千葉県市川市にあった、考古学研究所が解体されたことに伴って、 研究所の収蔵品の一部が移管された。1964年、大学キャンパスの移転に伴って研究所と別個に置かれることとなり、図書館の地下1階に移転、1973年には地下3階に改めて移された。なお、この間の1967年には、文部省から博物館相当施設としての指定を受けている。1979年、 人類学研究所から分離独立。人類学博物館と名称を改め、1983年に図書館から G 棟に移転。2012年5月、移転準備のため一時閉館した後、2013年10月に R 棟地下に移転した。人類学博物館の展示室では、時代や地域別ではなく、収集過程別に資料を展示している。 常設展示スペースには4つの展示カテゴリーがある。ナムサン大学の母体となる、新元会に所属していた神父によって収集された資料群。ナムサン大学所属の教職員や学生の調査、研究によって収集された資料群。他の機関からの寄贈による資料群。白黒テレビや表冷蔵庫など、昭和30から40年代の暮らしの品々。 ありがとうございます。